おはようございます。星野瑠璃です。2022年アルゼンチン共和国杯の予想ということで、今週は重賞が4レース行われるんですが、一番注目度の高いレースがアルゼンチン共和国杯となっています。ジャパンカップや有馬記念につながるレースでもありますので、かなりの注目です。それではいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、前走条件戦の馬、 G2 レースになるんですが、ハンデ戦ということもあって、前走条件戦の馬や格上挑戦の馬でも馬券に絡んできます。2015年からは出走機会6年連続で馬券に絡んでいます。今年出走する前走条件戦の馬は、カントル、ブレイクアップ、レインカルナティオの3頭となっています。特に相性のいい6社ステークスに出走したブレイクアップには特に注目です。続きましてデータその2、トップハンデ、こちらがトップハンデ馬の成績の一覧となっています。過去10年で14頭が出走していて、馬券に絡んだ馬は14頭中4頭のみとなります。しかしオーソリティ、シュバルグランなど後に G1 で活躍する馬はトップハンデでも勝てていますので、トップハンデで勝った馬は G1 でも期待です。今年のトップハンデ馬は 57.5kg の帝王ロイヤルとなります。続いてデータその3、4歳馬、4歳馬が一番活躍しておりまして、2014年からは出走機会7年連続で馬券に絡んでいます。なので今年も注目です。今年出走する4歳馬は帝王ロイヤルとブレイクアップの2頭となっています。続いてデータその4、3歳馬、今年はホープフルステークスを勝ったキラーアビリティが出走してきます。過去に馬券に絡んだ3歳馬の一覧がこちらになっています。2010年からは出走機会4年連続で馬券に絡んでいるので、今年も注目の存在となりそうです。ここからはまとめに入っていきたいと思います。有力な3歳馬と4歳馬が出走してきて、軸っていうと、この中のどれかで問題ないんですが、じゃあどの馬を軸にするのかというところがかなり難しいところです。3歳馬か4歳馬がもし勝った場合は、ジャパンカップと有馬記念でも有力候補となりますので、ここは3頭のどれかが勝ってほしいなと、その後のレースのことを考えて勝ってほしいなと思っております。そんなことを踏まえて私の本命は5番の帝王ロイヤルにしたいと思います。相性のいい4歳馬で、実績も十分にあることから、トップ判定でも問題ないと見てここは本命にします。前走のオールカマーはメンバーを考えると3着以内には入ってきてほしかったんですが、休み明けの感じでいつもの走りはできていなかったみたいです。前走後はかなり乗り込んでいて、ここに標準を合わせてきた感じなので、前走以上の走りは見せてくれそうだなと思っています。天皇賞で58キロで好走しているとはいえ、54キロでの好走が多い、
というのが、まあ、ちょっと不安定にはなってしまうんですが、ハンデ上位馬はアフリカンゴールドとヒートオンビートという G1 実績のない馬と 0.5 キロしか違いませんし、56キロの馬も今回は多いんで、まあ、問題はないかなと思います。血統的には帝王賞を勝った名将ハリオの弟にあたる馬で、タイプは全然違う感じですが、母の母であるアンペルローズの子供には長距離路線で活躍してアルゼンチン共和国杯でも2着に入ったことがある名将門松がいます。大和メジャー3区で長距離が得意という不思議な馬だったんですが、弟の名将教授は同じ大和メジャー3区でもスプリンターですので、馬によってかなりタイプが違うといった感じになっています。帝王ロイヤルと名将ハリオも全く違うことから、こういう母系なんじゃないかなと思います。ただ名将ハリオは休み明けの JBC でさっぱりでしたし、帝王ロイヤルもオールカマーがいまいちだったことから、休み明けで見るとあんまり良くないかもしれないという共通点があります。だからこそ叩き2戦目の今回は上昇してくれるはずです。今の東京の馬場だと2500メートルは内枠の方がおそらく圧倒的に有利でしょうから、今回は3枠で先行できるのはプラス要素となります。後ろ目から行く馬が多いので展開も向いてくれるんじゃないかなと思っています。以下は3番のユーキャンスマイル、6番のキラーアビリティ、7番のブレイクアップ、8番のカントル、13番のレインカルナティオ、16番のヒートオンビート、17番のハーツイストワールまで。ということで、キラーアビリティはサツキ賞とダービーでかかる面が出ており、その休養効果とジョッキー代わりでそのあたりが解消されてるかどうかというのが、まあ、ポイントになりそうです。ということで買い目なんですが、3連複で流しますが、相手2列目には前走条件戦の7番のブレイクアップ、8番のカントル、13番のレインカルナティオにして、で3列目に流すという感じの買い方にしたいと思います。なので3連複のフォーメーションで1列目が5番、2列目に7、8、13、3列目が3、6、7、8、13、16、17という15点、このあたりを資金配分して購入しようかなと思っております。また当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減やオッズなどを見て勝負の買い目を変更するということや買い足すということがありましたら、ツイッターの方に記載したいと思います。私のツイッターの ID は概要欄に貼り付けておきますので、よろしければフォローしてみてください。じゃあ2022年アルゼンチン共和国杯の予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。